はいさあ今日すべて読み終えられるかなゆうのやさんどうもです。かぶさん練習お疲れ様ですね。えー、今日もキレキレですね。えー、回転が早いです、えー。毎日休まずに偉いですね。頑張ってくださいね。今日は寒かったら温かい飲み物が美味しいです。頑張ってくださいね。うん。ありがとう,ありがとうございます。 あの最近練習結構いい感じですね。で、この動画実はね、昨日の練習なんですけど、今日はちょっとね、疲れが出てしまったんですが、あのー、最近結構ね、波はあるんですけど、結構いい練習、状況できてるかなっていう感じなんで、うん。えただ、あの、今日場所を今ね、変えてますので、しばらくね、えー、同じとこでは練習できません。4日間くらいね、えー、違うとこにいますので、えー、そこでもちょっと練習はしていこうかなと思っています。えー、はい。 レモンミカンさん、おはようございます。神奈川県は午後から雨は止みましたが、とんのり雲え、頭がモヤモヤをしていたら、突然 AI シリちゃんがおすすめをしてきました。香水のサトリの新作、伸びやかはいかがということですね。あ、いかがって、シリちゃんフットタイミング、きつくないが、みずみずしい日本の柑橘流の香りですとえ、昨年の秋冬には、キンモクセの香りのえネットをおすすめしてきたことがありました。えこの時もシリちゃん、わかっているタイミング リングでした。サトリア、日本人調香師による日本ブランドの香水です。癒されるという子ですね。いやーだんだんなんかあの siri というか、あの ai も頭が良くなってきてますよね、えー、自分が欲しいものをちゃんと勧めてくれるんで、ほんと買っちゃいますよね。うんでうん。 全部 AI がね、僕の頭なんかを見てきたりして。えー、ゆうねやさんも言ったです。鴨さん、彗星が逆行するなんてことがあるんですね。見てみたら、年に3、4回起こるらしいですよ、えー。3週間くらいずつ続くそうです。えー、子供の生き違いや仕事に支障があったりするらしいですよ。すごいですね、ということですね。ほう。ってことは、結構最近その逆行してるっていうコメントあったと思うんで、そういった意味で打つになってるんですかね。もしそれが本当だったら、 あの結構あの生きやすくなるというかその次のうつ病とかも予測できるんですかね。うんで彗星逆光ね。うん、はいそしてまたねちょっとアイコンが消えてる問題発生してるんですが。 カボさん,ですよ、ね、さん5月9日はアイスクリームの日だそうですよ。カ、え、ボ、ー、さんはアイス好きですか私は冬でも食べます、うん。かき氷もソフトクリームも大好きです。えー、ベルギーのアイスはやっぱりチョコですかあとベルギーにも抹茶アイスがあるといいですね、えー。これから暑くなると毎日のように食べますね。あと熱を出す時もアイス食べますね。わかります。カ、え、ボ、ー、さんどうですかわかります。あの熱を出した時にアイスめっちゃ食べたくなる気持ちわかりますよで。食べたことありますからねうんちなみに 抹茶アイスっていうのは残念ながらベルギーにないんですよね。僕はね、あの、マンゴーアイスがすごい好きです。えー、はい。昨日の夜も、えー、っと、映画ハムナプトラを見る、ネットフリックスで見つつ、えー、僕はあのね、えー、マンゴーアイスを食べましたね。うん。最近エシブトにはまってて、えー、っと、なんかもうちょっとね、いろんなすぐはまってるんですよね。えー、アメンダーの書が欲しくてしょうがないです。ね あのアメンダーの人と死者の人が欲しくて、あれ売ってるんですかね、うんま、あのかき氷とか全然違う話変わってますけど、アイスはすごい好きですよ、うん。冬でも全然アイス食べますよ、僕は、うん。ね、アイスね。まあ結構お肌冷えちゃうんで、良くないんですが食べちゃいますよね、うん。チョコアイスはあんま食べないですね。でもベルギーにたくさんチョコアイスありますよ。はい。 えー、そして、ミッキーミノさん、よろしくお願いします。ないんですよね、アイコンが。でも、おそらくミッキーミノさんですね。えー、カブくん、こんばんは。ベルギーの福祉制度、手厚い分、削りやすいのでしょうか。お米代、ベルギーではいくらぐらいですか。日本だと銘柄にこだわらなければ、10キロで3500円ぐらいです。えー、っとね、いくらでしたっけちょっとね、えー、っと、10キロで3500円。でもね、銘柄にこだわらなければ一番安いので、日本のその、えー、価値に換算して、 のそのぐらいだと思いますよ。あの、こちらも。うん。えー、イタリアからのお米が来ていて、それで、えっ、ー、と、一応日本米として食べることができますね。うん。同じぐらいだった気がしますが、もう一確認をしていきたいと思いますね。うん。結構いろんなタイだったりとか、いろんなお米があるんですが、タイのお米は僕、あんまりこうた、食べないので、うん。えー、おそらくこれくらいなんじゃないかなって思いますね。うん。 でえー、とビルギー、なぜ今こうなっているかというと、移民ですね。 はい、とにかく移民がかなりの数増えてきてしまっていて、えー、もう本当にそれが一番なんですよ。うんえーまあ、もちろん最近のエネルギー問題だったりとかもかなりやばいので、まあ、それもあるんですが、とにかく移民が多いということが、えーまあ、あの大変なことになっています。移民の場合、言葉が分かんないんで仕事ができないんですよね。なので、生活保護を受けなければいけないので、えー、もう本当に大変なことになっていて、 えともう、あのギリシャをね、えー、経済破綻っぽいことになっちゃいましたが、ギリシャ前ね。でも、それと近いところまで来てますよ。うん。なので、結構やばいですね。はい。結構ね、破綻しつつあるのがあって、ちょっと本当ね、やばいです、本当に。うん、えー。マイク・バーティラさん、よろしくお願いします。カブくん、こんばんは。 面白いな。引き出し物。あ、引き出,引き出物ですね。あ、これ、き出物って、これ、ニキビのコントですかね。うん。え、披露宴にしえ出席された。あ、引き出物ですね。引き出物か。あ、待って、ね。 吹き出物の町屋さんは、ひきり物ってあるんですね。うん、えー、披露宴に出席された方へのお礼の下ですね。っていうことですね吹き出物ってあのニキビのことかと思った引きり物でしたね。うん、えー、引き出し物は信号ですね。えー、せあこれは折り爪なんですね。うん折り爪、木 <laughs> の箱に入ったお料理のことですよ。でもそんなかぶくんが好きですあ。ありがとうございます。フォローいただきまして。お っていうのあるんですね昨日箱に入ったお料理っていう言葉。これは、えっと、よくあの元旦とかに食べる、お聖地とかではよくあるやつも折り爪なんでしょうかね。うん。なんかまた、なんかしゃべっちゃうと自爆しそうなんで <laughs>、やめた方がいいかもしれないですね。うん。なんか折り爪って、なんかお姫様みたいな名前ですね。うん。はい。そういう感じでごまかしていきたいと思うんですけども。えー ゲストさん、よろしくお願いします。カブさん、失礼いたします。連投、すいません。あ、このアイコン、そうこ,のこのアイコンね、んな,なねちょっとね、考えたんですよ。うんであのこのアイコン、鏡に自分が映ってるんですが、鏡の中の自分はアイバランスを、あ、アイバランスしてますね。あ、本当ら、してますね。してます。うんえー あのすごいですね、足がかなり上がってますね。うん、友人がしっかり足が上がっているから、当分はこれでいいちゃんと言ってくれたんで、これにしました。ぽーちゃんにはいつでも変えられるのでということですね。うん、えそして、秩父の宮杯はどうもラグビーとアイスホッケーなのかな自分はアイホ誰でもそうではないと思いますが、アイスホッケーを略してこう言っています。 なるほどですね。アイホ。うん。アイホってアイスホッケーのことですねえ。見た日は、え順天堂をかけるえ×東京医科大学と学習院東京医科だったかな。割と他のスポーツも見るのは、な何かヒントをえというところが大きくて、うん、内転筋ストレーニングって難しいと思うんですが、これにもいいところがあったと思いました、うん。あの、ね、えっと、小塚さんの紹介していただいた動画、とても参考になりましたね。 うん、それも違うスポーツでピンと来た言葉だったんですが、可動域を簡単に広げるのは柔軟性を持つ者には苦ではないけれど、その身につけた可動域も自分のものにして使えるようにするには、足なら必,足なら必ず内転筋群のトレーニングを怠ってはいけないと聞いて、自分の場合、一瞬のスポーツなのでそれではあまりピンとこないんですが、えー、ポージングをしながらイーグルとか,、えー、とかだとそういうことになるのかなと思いました。 うん、で 英王戦で将棋なんですが、何と言いますか、漫画ってほぼない,いな,いいないんですが、3月のライオンという漫画にハマった時期があって、最前提というのがあるんですが、最前提を打つには、すごいすごい努力と自慢力,力が必要で、それでもさせるわけではないというのが、スポーツに似ている気もしたのと,と、今は将棋界の羽生さん、藤井九段のことです。羽生さんではなくあ、羽生さんですね。羽生さんかな羽生さんですね、うん。羽生さんですよね。同じ羽生さん、あ同じ ページでハム九段がいらして、誤解を招く書き方にすいませんみたいな方がいて、人気のあるのあると思います。例えばおかしかったらすいません。どうかカブさんの頃が晴れますように、いつも本当に皆さんコメントに真摯に答えてくれていて、ア、えー、りなさんのコメントに真摯に答えられていて、尊敬しています。どうぞご自愛くださいませ。えー、長文失礼しましたあ。ありがとうございます。うん 今日はね、調子はね、良くなってきていますね、おかげさまで。昨日は本当地獄中でしたが、やっぱ水星学校のね、影響もあるんですかね。うん。わかりませんけども、今日はかなり、ま、かなりというか、ちょっと疲れはあるんだけど、鬱的ではないんですよね。うん。はい。という感じでございますけどね。あの、ブライアンジュメールも、えー、フェンシングをね、やりまして、それをフィギュアスケートに関かして話を聞いたことありますので、やっぱそういうのあるんですよね。うん。 はい。はい。えっ、ー、と、藤原眞子さん、よろしくお願いします。えー、カブくんお疲れ様です。お天気お兄さん、ありがとうございます。今まちゃん、送っていくんですね。えー、気をつけていってらっしゃいませね。えー、去年、去年も今頃から調子悪くなってますよね。無理しないでね。うん、そうですよね。本当確かにその通りだと思います。5月は昔から、殺戮病ですかね。殺戮病という病がありますね。いろいろと変化が多い時期。えー、張り詰めた身、身 体や気持ちに疲れも出まして、ね、心身に栄養をあげてくださいませね。いつも感謝していますよお。おやすみなさいませ。また明日ね、明日といううちは明るい日と書くのね。えー、あなたと私の明日は明るい日。あありがとうございます。うん、これね、歌ですかね。うん、ねあの今の時期って何,何でしょうかね。昨年も本当今の時期でしたね。そういえばね。 うん、でやっぱその関係あるのかなっていう感じでこれ乗り切る乗り越えたいですね。うん はい。そして、かおリんさんですねよろし。よろしくお願いします。今日はね、アイコンがね、出ないトラブルが発生してるんですよ。写真の方がね。かぶくん、ちょこっと補足させてくださいね。昭和57年から自衛隊などの航空機の騒音により、テレビの音声が聞きにくくなっている地域の方々に対して、NHK 放送受信料の一部を、女性年間の上限額6995円されているんです。あ なるほど、そういうことだったんですね。私の住んでいるところは、えー、上限の半額です、えー。確かに朝の8時と正午頃夕方は航空機が離着陸するんで、ほんの3から5秒はテレビの音も何も聞こえません。えー、新婚当初に住んでいたと,ところは半額負担をしてくれたんですけど、えー、今のマンションはさらにひどい爆音です。うん それは困っちゃいますね。これは、えー、NHK の地震量以外にも、なんかちょっとね、えっ、ー、と、なんか、騒音トラブルと言いますかね、ここに越してきたときは、に、初めて NHK の地震量を徴収する方がいらしたときは、主人がものすごい音だから文句を言ったら、半額以上にはなりませんって言われました。えー、音が怖いくらいだったんで、当時、えー、お隣の奥様に、音が怖いくらいですよねって言ったら、すいません、んってな、あ、すみません。 ってうんって思うじゃないですか。なんで謝るんだって思ったんです。よくよく聞くと、えー、その爆音の航空機を操縦していたのが、お隣のご主人様だったんですよ。というええこれ、つまり、えー、あなるほど。 そういうことはですね、え、これあって、ちょっとどうなっちゃったす。面白いですね。え、なんかこれ縁がありますね。うん。えそのお隣さんは点検で、1階に点検されて、あちらでマンションを購入されて、手放されたんですがえ、お隣は即売れました。うん。私の会は2階だけなんで、ローンがなかったら欲しかった物件でした。え、間取りも正方形でえ、お風呂がベランダに面しているんで、当時はあまり、えあまりない間取りでしたよ、ということですね。で、その、でえー、っとね、 えー、その今のお隣さんもとてもいい、感情いい方で、時々お茶をしたり、ランチをしたりしています。長くなってごめんなさいね。ということですね。方法う,う。ってことはえ、この方、自衛隊に旦那さんが勤めてるということですかね。うん。すごいですね。なるほど。いや結構、ってことは、その辺りに住んでる方、自衛隊の方多いんでしょうね、きっとね。うん。 えっと、195T さんおはようございます。PC の調子が悪いとのことですが、OS は何でしょうか ?OS ってこれ何でしょうかねあの、えっとね、OS はね、えー、ちょっと僕が分かっている情報にはですね、えっ、ー、とネック、NEC ですね、NEC っていう会社で、えー、っとね、それ以外はちょっと分かんないですね。 あの今、実はね、家にいないんですよ。うんえー、ちょっと、あの、帰ったら見てみようと思いますけど、えー、固まったりする原因はメモリー不足、HDD やハードディスクですね、SSD の空き容量不足などが考えられます。えー、長年の使用で不要なファイルが溜まったりしていませんか1番目、ディスククリーンアップ、えー、2番目、チェックディスク、えー、3番目、ディスクデ,デ,デフラグなどを行うことで、ある程度空き容量の確保などができるので、多少の改善が見込められます。 あと必要なファイルでもクラウドへの保存しておくなど、PC の使用量は減らせるんで、これも有効です。一度試してみてはいかがでしょうか。あ、やってみますね。あの結構ね、あのもうね、キーボードも効かないんですよ。キーボードがまずね、もうぶっ壊れてますね。うん。何を押してももう効かないんですよ。で、えー、っと、えー、充電に対してももうあの電電源を 充填を取っちゃったらもう消えるんですよね。なんで、まあもう結構古いんじゃないですかね。でも、なんかあの固まってんのもそういったとこは問題なんでしょうかね。うん。ね、結構、まあファイル、そうですね。ファイルなんかも SD カードに移してね、ちょっと保存するべきですよね。うん。えっ、ー、と、マスミン T さんよろしくお願いします。カブくん今日は大変だった。あ、ちょっと待って、こちらですかね。 です同じですね。うん。もう私のコメントが消えたのも、マリンちゃんが、ほら、マリンちゃんらが揉めたのもですね、全部は彗星が逆行してるせいにしてしまおうという、ね、コメントまた消えたんですね。ちょっとコメントが消えんのもやめてほしいですね。これ、彗星が逆行してるからですかね。うん。 なぜですかねというのも、今日、うちはピーポーピーポーを呼び、病院の救急外来にですね、あ、これ、これど、どうしたんですかね仕事帰りで疲れてたのに、突然救急車を呼ぶことになり、部屋は散らかったままですね、恥ずかしい、息子はどうやら、尿管検査、あ、これ最悪なやつですねえ。これはすいません、痛いですよ。おしっこするときに、えっ、ー、と、石が尿道に入るわけですよね。これね、高校のときの先生がなってて、もうかわいそうでしたね。 突然、うん、の激痛にのたうち回ってましたかわいそう。かわいそうです。えー、昨日、私はまたミステリー創設ですが止まらなくなり、1時間くらい、ね、しか寝ない,寝ないで仕事に行った帰りだったから、きつかった。うんえー、朝、また病院に連れて行きます。先生、これ、息子どこら辺が痛かったということでしょうかやっぱ、腎臓ら辺ですかね。それとも、尿管が痛かったということでしょうか尿管いうのは、尿道あたり、うん。尿管っていうことは、 あれですよね。あの、腎臓から、えっ、ー、と、膀胱に行くところの管のところに、まあ、石ができてしまったということですよねてかそこ,そこら辺が痛かったということですかね。あの、おしっこを押すときに、もうそこを通んなきゃいけないんで、尿道もかなり痛くなるんですけども、これは、えー、大丈夫だったでしょうか。えー、これね、こういう類はね、本当に嫌で、えー、寮の、寮の、 尿の病っていうのがあって、尿、まあの感染症も含めてなんですが、まあ、ちょっと経験者語るんじゃないなんですが、もう本当に嫌なんですよ。うんまあ、結構ね、うん、はい、心配です。えー、そして、えー、結局、救急に行っても明日、明日、外来へとなることが多いんだけど、えー、その時、連れて行かないで取り返しのつかないことになったら後悔すきじゃないですね。で,、うんでえー、今は大丈夫でしょうか。明日、また朝、また連れて行きますということですね。あと、うちの地域の町内と地区、 えー、地区費もろもろは年間で3万円3000円3 3ですねということです、ね。これはえ高いですね。えー、それプラス D といっても、ほぼ反強制的な募金が5種類以上もあります,でです、ねえー。お祭りの花火の募金なども田舎だからかな、えー、お祭りの、えー、と皆様のところはなぜそんなに安価なんでしょうかということです、ね、かなり高いです、ね。3万3000円というのは、これは月換算すると。 1 0人以上はもちろん勝ってきますよね。当たり前の話ですからね。うん。これは高いですね。うん。 えー、サラクレさんどうもです。カ、え、ブ、ー、さん、えー、チャンネル登録者数7770人達成おめでとうございます。本当は7777 77人達成の時にお祝いメッセージをしたいところですが、10人単位でしか表示されないようなので、毎、えー、祝いとさせていただきますあ。ありがとうございます。確かに7が、ね、4つ揃った時っていうのは、ね、疑念ですよね。まあ、今回チャンネル登録は上にしてますので、まあ、結構ね、まだ不安定ではあるんですけどもね。 うん、まあでもね、あんまり気にせずにぼちぼちやっていきますのでね、これからもどうぞよろしくお願いします。はいそして、えー、園駅ではなく、総園と呼びます、えー、北海道札幌市中央区には函館本線と札沼線の駅です。えー それと油断ですが、札幌線には学園問い線という愛称がついていて、地元の方は学園問い線と呼んでいます、うん。関東地方の方が東北本線のことを宇都宮線と呼ぶことと同じような感覚となります。あ、なるほどですね。東北本線ってあんまり言聞いたことはないですね。うん、宇都宮線って普通に思ってましたが、東北本線のことを宇都宮線と呼ぶことと同じ感覚だったとすると、これはなるほどなって思いますね。うん そして、須、えー、中屋さんも一緒です。宗、えー、太郎越えについて補足説明です。宗太郎越えとは、大分県の佐伯市と宮崎県の延岡市の県境にある宗、えー、太郎峠のことです。えー、日方本線には宗太郎駅という駅もあります。大分県佐伯市に取材します、えー。この辺りは、イノシシやイシカなどの野生動物が出没することが多いです。えー、青春18クリプで宗太郎越えに、えー、挑むです、ね、旅人の多くは、前日に佐伯駅近くのホテルに一泊し、 翌朝早起きして下り唯一の普通列車となっている最近6時10分、18分発に、えー 普通列車、延岡行きに乗ることに挑戦する方が多いそうです。しかも、最近、延岡間を結ぶ1.5往復の普通列車はすべて787系という特急,特,特急列車の車両を使用しています。えあくまでも普通列車なんで、青春18キップで乗ることができてしまいますということで,、ね、ですね。さらに、最近6時18分発、え普通列車延岡行きではグリーン車の営業もあります。えグリーン車も重積となるため、座席は早いものが走って となりますえグリーン車の利用には乗車券の他にもえ自由席グリーン券780円が必要となりますということですね。えー、そしてですね、あの青春18切符に780円を足せば、青春18切符でも乗ることができます。この電車のグリーン券は車内での発売車車内のみでの発売となるため、えー、乗車後に車掌から買いを求めることになります。このため、緑の名乗る人は購入不可です、うん。ということですね。 あの、この、え何、ー、だっけ、えうたろうえね。これはやっぱりこう、やっぱね、テストが好きな方、やっぱりたくさん来る感じでしょうかね。うん。で結構殺到するでしょうかね。うん、まあ。結構こういうのね、面白そうですよね。うん。はい。ということです。皆さんもぜひ、そ太郎越え ね。そして、えー、サヤカイさんも言ったです。ベルギーのアジアンマーケットに売っている箸の多くは、中国式の長い箸が多いのですね、えー。日本、韓国、中国のうち、最も人口が多いのは中国になるんで、どうしても日本や韓国の商品は少なめでしょうかえっ、ー、と、日本の商品は、そうですね、まあ、かうん、まあ、あるんですけど、なんちゃってが多いのかなっていう気がします。なんちゃってっていうのは、 まあ、どういうことかっていうと、まあ、日本って書いてあるんだけど、いや、それ日本ではないよねっていうか、そういったものが多いのかなっていう名詞ですね。韓国に関しては、うーん、もう同じなんでしょうかね。韓国の商品はさらに少ない気もしますね。どうなんでしょうかね。うん、まあ、箸の使い方に加えて、マナーについても教えたいので、お教えたのですね。えー、完璧ですね。 彼にもし明日日本に行くことになったとしてもバッチリですね。カ、えー、保さんが日本に帰国した時に日本で箸を買って、えー、プレゼントしたのですね。ベルギーで日本とヨーロッパの様々な文化や音楽を伝え合ったり教え合ったりしていることはとても素敵だと思います。私から提案です。次は簡単な日本語を教えてみてはいかがでしょうか。えー、箸が使えるならばいただきますとごちそうさまが言えたらさらに良いなと思います。えー、それは的に日本語、フランス語、オランダ語全てで開発できたらもう最強コンビ、ま 日本語ね、そうですね、まあ。オランダ語ね、ちなみに僕ね、ちょっとね、嫌い入んないですね。気持ちがね、フランス語とはね、違ってね、モチベが入んないんで、今、ギリシャ語やってますね。はい。いや、オランダ語やってるんですよ。やってるんですけど、本当にね、気持ちが入んないんで、あのギリシャ語やり始めましたね。それめっちゃ嫌い入ってるんですよ、今。うん。あの本当ね、変な話ですね。で、日本語ね、あの、かなりね、 難しすぎますよ、やっぱり。うん。あちなみにね、えー、日本語知ってるのはね、えー、もしもしはよく知ってますね。あの、もしもしって何って言ったんで、言ってたんで、まあ、もしもしっていうのは結構気になってますね。うん。あのー、日本語も結構ね、えっ、ー、と、やっぱり話したりもするので、僕がね、えっ、ー、と、ある事情があったりして。なので、まあ結構、あの僕がほら、こうやってコメント読んでるときよく聞いてますので、隣でね。だから、あのー、結構、 あのー、何ていうのかな、興味津々では聞いているようですね。うん。あとね、あの、電話するとき、もしもしって使えますので、もしもしって日本人言ってるよねって言ってくるんですよ。うん。だから結構ね、興味はあるような感じはしてますよね。うん。そうそうそう。はい、てな感じです。うん。てか、なんでギリシャ語やってるんだろう、ね、もうハマっちゃって。あれね、一回やりだしたらもう止まんなくなりますよ、本当に。うん。 あのギリシャ文字が面白すぎてあのいあのやりだしたら止まんなくなりますね。 喋れるかどうかは別ですよ。それはいいとして、ハマっちゃいます、あれは。うん、NHK のみんなの歌が始まったきっかけは、子供たちに健全な曲を届けようという目的で開始されたそうです。えこの番組が始まる頃は、子供は不適切な歌謡曲や、CM の真似ばかりしていたらしくえ、健全さをどうするかについて頭を悩みませたそうですあ。そういうことだったんですね。これ不適切ってことは、まあ、つまりピンク系ということでしょうかね。うん、はい。 みんなの歌、ね、いいと思いますよね。まあ、結構ね、このみんなの歌とか、このみんなの童謡とかって、結構ね、あのーまあ、分かりやすいんですけど、実はね、えー、都市伝説ってあるんですよ、実はね。うん、あの僕、昨日、イッツ・ア・スモール・ワード見てたら、イッツ・ア・スモール・ワードの中にも、えーまあ、健全な歌なんですが、実は4つぐらいの、えー、都市伝説があるらしいですね。うんね そして、空海さんも一頭です。今月2日に行ってきた山形県酒田市へのトライブ旅行の、えー、旅の、えー、話題の続きです。酒田ラーメンを堪能した後は観光をしました。えー、三橋倉庫と本間美術館に行ってきました。えー、今回は三橋倉庫の話題をします。えー、三橋倉庫は1893年から使用されている、えー、米国倉庫です、えー。倉庫の裏側に欅き並木があり、倉庫とのコラボはとても風情がある風景です。 おしんのロケ地になった場所でもあります。で、あ出ているかね、そらしいですよ。2021年3月に国の史席に指定されました。敷地内には、庄内、えー、庄内米ですかね。 うん、あ省内米歴史資料館があり、農業の歴史なども学べます。ここには海外のお米についても紹介もあり、イタリア、ネパール、マレーシア、フィリピンのお米の標本もありました。ビルギリでは、イタリアのお米をよく見かけると、以前カボさんがおっしゃっていたことを思い出しました。カボさんに質問です。日本とイタリアのお米の特徴の違いで実感していることがあれば教えてください。これ面白いですよ。あのえ、ね、似てます。日本とイタリアのお米って、 ほとんんど同じがすするんですよ、ね、あの全,全くってちょっと他のお米の,あのプロではないんですが、ただね、足は似てるのかなって思います。形も似てるし、えー、日本人がイタリアのお米食べても違和感がないんじゃないかなって僕は感じるんですよ。うん、本当に日本のお米みたいですよ。うんなので あのイタリアにもいろんなお米あると思うんですが、僕が食べてるお米に関しては、日本のお米として売ってられてるんですが、イタリアで生産されてるっぽいです。うん、もしかすると、日本で、日本のお米をイタリアで栽培してるんでしょうかね。そういう可能性もあると思いますよ。うん、ちなみに僕はタイのお米はちょっとパ,パサパサすぎて、あんまり好んでたら食べませんね、うん。マレーシアとかフィリピンはちょっとわかんないですけどもね。うん はい、えー、ゆめさん、よろしくお願いします。カ、え、ム、ー、くん、おはようございます。 えまた揺れました。石川県が震源地で震度4、私のところが震度3でした。えー、余震がやっぱり続いてるんですねということですね。うん、まああの余震の場合は、まあ、多少はそのまあ今回、群発地震の中における大きな地震における余震ということだと思うんですよね。まあ、それについては、まあ,あのだん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 減っていく方向には向かっていくんですが、まあ、だんだんだんと減ってきながらも時々大きな来るということになりますよね。うん、で全体とししてて余震に関して と思うんですがただ群発地震としてはまあまだわかんないと思いますのでまあ、それが結構問題なのかなとは感じますよね。根本的なものがまだねあのねあ続いているところはあるので、まあ、ちょっと心配でもあると思いますよ。うん、そして ゆうのやさん連続です、えー、熊さん富士山といえば富士の樹海の青木ヶ原も有名ですね。うん、あこれはあの自殺の名所になってきますよね。都市伝説ではありますけど、コンパスが効かなくなるのは嘘,嘘,あ嘘だそうですよ。あ本当ですかこれは嘘そうですね。あと、熊もいるらしいです。うん、でも、遊歩道からそれるとなかなか出られなくなるそうです。樹海は不気味ですね。うん、でも樹海はあの本当に霊がいるっていう話も聞くし、熊も出るんですね。 結構恐ろしいですよねでもなんか自戒で自殺するっていうあのえ意味が分かんないんですよね。入ったって太陽の位置とか分かれば出られると思うんですけど無理なんですかねあの太陽の位置が分か,分かると思うんですよ。でも木に隠れてるのは見れないんでしょうかね木に登れば太陽の位置分かると思うし少しね全く出なくなっちゃうっていうことってあるんですけどもこれは入った人よしが分かんないっていうことなんでしょうかねうん。で <laughs> なんか図解で自殺するっていうのはちょっとなんかうん。ねうん。 なんでしょうかね。かばさん、今日はアイスクリームの日ですけど、アイスクリームは23度くらいから売れるようになるそうですよ。えー、30度くらいになると、かき氷が売れるようになるそうです。かき氷はベルギーにもありますか日本のイメージがありますね。ちなみに世界初のアイスクリームは17世紀のパリで生まれたそうですよということですね。なるほど。パリが、パリなんですね。17世紀なんですね。うん。えっ、ー、と、残念ながら、かき氷は、 ないと思います、メデギーには。うん日本にはね、氷っていう旗がありますよね。ねえ、30度くらいになると、かき氷が売れるっていうことなんですね。うん、これはなかなか面白いですね,ね。企業は参考にしてるんでしょうかね。うん、僕はさっきも話しましたが、ソフト、あの、なんて言うんだろう、こう、 あのあんまり熱くない時はソフトクリームだったりが結構食べたくなるんですけどまああのなんか結構喉渇いてる時はやっぱりこうねシャーベット系のアイスがよくなりますよね。うん。ね。はい。っていう感じです。うん ゆめさん、よろしくお願いします。歌舞伎のおはようございます。ゆめちゃん、今日でお別れなんですね。寂しいですね。なんとなく我が家のトイプに似ていたんで、親近感を持っていました。え16歳でしたっけもっと長生きしてほこうしてですね。16歳なんですよ。ね、もうちょっと、もう少し17歳ですね。 うん、いやーね、もう目が白く、でもね、全く見えないわけじゃないんですよ。うん、白内障なんですよ。ちなみに、僕は、あの、家を今、えー、オスタンドから移動していてですね、エマちゃんがいるところに今、いまして、4日間ぐらいは来りますので、そこまではね、エマちゃんと会いますからね。うん。ちなみに、これからもエマちゃんとの交流はかなりあるので、まあね、 まあ、あの、オースタンドには来ないことは多いんですが、まあ、あの、これからも交流はね、続けていくので、まあ、時々登場しますんで、はい。ね、よろしくお願いしますという感じですね。でも、重力歳もてね、結構ね、そうなんですよね。うん。年取っちゃうの、年取るんで本当に嫌ですね。うん。嫌っていうのは、まあ、その年を取ることは受けれられるんですが、やっぱね、なくなる方向に向かっていくわけですからね。ちょっとね、やっぱね、あの、そのね、 やっぱ死ぬことに対するのはやっぱり怖いですよね。うん。なんかね、あの、やっぱ、ちょっとね、そういうのありますよ、僕はね。うん。まあ、親戚なんかもどんどんね、ね、亡くなったり病気になったりしてるのを見ると、なんかちょっと本当にこう、死んだらどこ行くのかなってちょっとね、感じかん、本当にね、もうね、あの、生きてるうちに死んだ後どこに行くのかっていうことを、 あの本当に知りたいですね。土に帰るっていうのは分かりますけど、なんかその、本当にどうなっちゃうのかっていうのを知れればね、もっと、あの、気兼ねなくね、死を受け入れられるのかなっていう気はするんですけどね。全く違う話では、僕ね。はい。っていう感じで、えー、っと、すべてコメント読んじゃったと思うんですよね。一部ね、まだフィギュア界の話残ってますが、それは明日またお話ししていければなと思いますので、えー、奇跡的にすべて読んでしまいましたね。はい。ではね、ありがとうございました。